皆さんお待たせしました。この時間はワンダメトロポリターノからアトレティコマドリードとレアルマドリードの一戦をお送りします。実況は西岡明彦、解説は福西崇史さんです。福西さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。伝統のマドリードダービーですね。レアルの本当のライバルはバルサではなくアトレティコだという人もいますが、このダービーマッチを見れば誰もが納得するかもしれません。今日も熱戦に期待しましょう。こちらがアトレティコマドリードの先発メンバーです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。先発メンバーです。 4-3-3 のフォーメーションです。いわゆるゼロトップに近いようですね。この試合はダービーマッチです。宿敵同士が互いの意地とプライドをかけて激突します。このワンダメトロポリターノですが、豪華なビップルームもあるようですね。いくらかかるのか分かりませんが、一度見てみたいですね。いよいよレアルマドリードとアトレティコマドリードの試合が始まります。いやー、面白いカードになりましたね。モドリッチ、レアルマドリード、パスをつなげない。勝ち越し来るか。素晴らしいタックル、ピンチの芽を摘み取りました。サポーターの中には文句を言っている人もいるようですね。選手が倒されたシーンの判定に納得していないんでしょう。オブラクがチェックを受けています。あとボールを処理したのはキーパー。それにしても凄まじいブーイングです。はい、しかし物ともしませんね。メンタルが強いんでしょう。蹴り出しました。これは危ない場面でした。レマリ、いいスペースにボールを出しました。スルーパスが長いか。チアゴがスルーパスを狙いました。ベイル、前方に運びました。ミッドフィールドでボールを奪いました。カゼミーロ、これはカウンターのチャンスです。コケのスルーパス、まずいですよ。ありそうだ。クルトワのファインセーブ、1対1を止めました。中に入れた。キーパーがコーナーキックを弾き出しました。相手に渡った。奪い返せばチャンスです。さてアトレティコマドリードですが、今日はしっかりと勝利を挙げたい試合ですね。はい、キーパーに近すぎました。コケ、クロスを上げたい。ディフェンスが冷静に対応。この選手がベンゼマです。アザール、再びベンゼマ。ベンゼマがゴールに向かう。アザールがニアポストにいます。
オブラクが防いだもののプレーは続いています。この位置から相手のマークがついています。危険な位置です。緊張感が増してきます。ベイル、勝ち越しゴールなるか。リーグ最高の攻撃陣がここでも仕事をしました。1点のリードは大きいですね。さらに調子に乗ってきそうです。見事なボレーとなりました。綺麗に決まりましたね。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。ボールが再び蹴り出されます。試合はレアルマドリードがリード。ベンゼマ、これはサイドを上がれそうです。アトレティコマドリードがボールを失いました。アザー、キーパー反応した。ボールを弾く。レアルマドリードのコーナーキックです。このコーナーキックはキーパーが弾き返す。ベイル、 PK です。主審がまっすぐペナルティースポットを指差しました。これは痛いですね。ファールで止めるしか選択肢はなかった感じでしょうか。PK です。そしてイエローカード。これだと、この PK は大きく外れた。どうしたんですかね。足元が滑ったんでしょうか。レアルマドリードがボールを失いました。これは相手にパスしてしまいました。スペースへのボール、スペースにスルーパス、ちょっと長いか。キーパーがボールを弾いた。これは惜しい。同点に追いつく絶好のチャンスだったんですけどね。このパスはカットされました。これは入れさせない。ディフェンダーを抜いた。カットされたが奪い返せるか。これはカウンターを狙えそうです。決められるか。ボールを失います。キーパーがっちりとキャッチ。レアルマドリードのスローインです。アザール、ファーサイドのベイルへ。相手のマークがついていますね。これは見事に奪いました。レアルマドリードのアドバンテージを見ています。キーパーが積極的に出ています。レアルマドリード、パスをつなげない。狙いたい。アトレティコマドリードの反撃、同点ゴールを決めました。このまま終わるとは思っていませんでしたが、やはりマドリードダービー、レアルマドリードも作戦を変えてくるでしょう。前半のうちに何とか追いつけましたね。この得点が後半の作戦に与える影響は大きいですよ。別の角度からご覧ください。厳しい顔をしていますね。同点ゴールの後、何か作戦を変えるのでしょうか。アルカンタラ、ボールをダッシュ、寄せが早い。スコアは1対1。ここで後半です。天気は未だ回復していません。このコンディションですから守備にも細心の注意が必要です。ベンゼマがスーパスを出しました。オブラクのセーブ、まだインプレーです。前に押し出します。モドリッチ、ベイ、モドリッチ、
シェア、チアゴがスルーパスを狙いました。先ほどはゴールを決めたんですが今度は入りませんでした。ベンゼマといえども全部のシュートが入るわけじゃないですよね。アルカンタラ、ベイ、ディフェンダーのインターセプト。前半この選手のプレーがよく効いていました。苦しい前半でしたがハーフタイム直前に同点ゴールを決めてくれました。あれで流れは大きく変わりましたよ。タックルはボールに行っていないようです。イエローでしょうか。このファールにはイエローカードが出ました。セルヒオ・ラモスが絡みます。アザール、アザールのクロスだ。オブラクが防いだもののプレーは続いています。見事なブロックです。やりました。クリアすべきでしょう。今のプレーは失敗でしたね。イエローが出る可能性があります。セルヒオ・ラモスにイエローカード。アルバロ・モラタ、テクニックを見せつける。ナイスキーパー。ボールを割らせません。コーナーキックが入ります。ここはキーパーが抑えました。ピンチを出します。ホセマリア・ヒメです。コケだ。宮野選手を狙った。キーパーの届く位置でした。パスはまっすぐ相手に渡ります。モラタ、カウンターのチャンスです。ベンゼマ、ベンゼマがスルーパスを出しました。最後はキーパーの手の中へ。前を見たい。守りきれるか。見事なタックル。ボールを取り返しました。エデン・アザール、モドリッチ、アザール、ここで止められました。惜しかったですね。モドリッチからのパスは通りません。絶妙なパス、見事なインターセプト。ディフェンダーの読み勝ちでしょうか。あの選手が止めなければ入ってましたね。ゴールキーパーの果敢な前進でした。ボールをしっかりとキープ。モラタ、シアグ、ダルスベンダー、レアルマドリードのアドバンテージを見ています。折り返せるか。ベイル、絶妙のスルーパス。ボールが跳ね返った。マドリードダービーも残り時間が少なくなってきました。どちらのチームもうまくゲームの流れを作ることができませんね。ええ、お互いに思わしくない展開でしょうね。ですがそんな試合こそ焦りを出さないことが肝心です。今が正念場ですよ。さあリードできるか。サポーターが決めてほしい時間に最高のゴールを決めました。激しい試合でしたが最後にダービーらしいドラマが待っていましたね。何のごまかしもなくダイレクトでシュートを打ってきましたね。ノートラップで打てると判断したんでしょう。素晴らしいテクニックでした。この角度からも見ましょう。アトレチコマドリードの選手交代です。試合再開です。
レアルマドリーがこの試合常に主導権を握っていると言っていいでしょう。サイドから切り込んできた、これやクルトワのセーブ、まだインプレーです。カウンターアタックのチャンスです。カウンターは不発、守備が定位置に戻りました。ホームのサポーターは諦めていませんね。すごい歓声です。この応援に応えないといけませんね。選手たちも最後まで足を止められないでしょう。ハメス・ロドリゲス、アザール、ここはインターセプト、しっかり予測していました。アトレティコ・マドリードサポーターの応援がさらに熱を帯びてきました。試合も終盤ですが、1点ビハインドのこの状況を覆せるでしょうか。落ち着いています。笛が鳴ってタイムアップ、試合が終了しました。本日の試合を振り返ります。福西さん、注目のダービーでしたが、チームは敗れる結果となりました。内容的にはどうだったでしょうか。そうですね、悲観するような内容ではなかったと思います。ダービーという大一番だけに勝ちたかったところですが、次につなげてほしいですね。